朝森幸子は、日本の京都府出身。俳優、脚本家、演出家、プロデュースもする。趣味、特技普通自動車免許、池の防火道、裏佐道、日本舞踊、おことえ会話、社交ダンススカッシュピアノサックス、京都府健康有料児。2019年1月開催の、ショートショートカーニバルにて、最優秀女優賞また同フェスティバルにて、自身の脚本。 演出、出演作が、観客賞3位を受賞。伏見成大社のお膝元で幼少期を過ごす。稲荷幼稚園在学中に、京都府が開催した、京都府県公有領事選出のための3人に選ばれ、数々の検査、審査を通過し見事、京都府県公有領事に選ばれ江崎グリーコの社長より、表彰される。その後も、年1回の検査に行かなければならなかったが、 小学校2年生の時に、京都府の南部に引っ越ししたことをきっかけに気づけば、不参加。年始の学級委員や座席は当時、相上を順だったため常に一番。当時、な行か、派行の人と結婚すると決めていた。人前に出るのが苦手でなかったため、小学校6年生では、児童会に立候補させられるが嫌ではなかったらしい。選挙演説では緊張したが初期になる。 中学時代は吹奏楽部でアルトサックスを吹く。高校時代はソフトテニス部に在籍。レギュラーにはなれず姉妹だったが、初代応援団長になる。ソフトテニスに打ち込み、朝練、昼練、練習後による練、帰宅後の素振りをするが、公式戦は2回戦突破のみの記録。最後の公式戦の前に、雨の中退育館で自主練中に捻挫。 人体2本損傷し、全治1ヶ月半のため公式戦に出れず、悔し涙を流す。1ヶ月半後、練習再開の合イ員が出て、ひたすらに練習に励むと、次は疲労骨折寸前だと診断され、またも悔し涙を流す。高校3年生の文化祭で演劇をし、主役の幼馴染役で男役をやりつつ、演出もする。これが、初の演劇との関わりとなる。 池坊短期大学時代は、部活、サークルには所属せずフランス料理店のアルバイトに精を出す。卒業を控えた春に、劇団ひまわり大阪養成所に入所し、本格的に俳優の道を歩み始める。3年間、養成所で演劇を学んだ後、約1年かけて、紙業資金をため、2001年に目標の100万に到達しなかったが、約90万をもって上京。 ありがとうございます。